20メートルアンテナ水卓 VLBI 観測所とは、岩手県欧州市水卓星川課町にある、国立天文台の観測所である。国立天文台の中では、現存する一番古い観測所の一つであり、1899年以来、同地で観測を行ってきた。西門日本及びアジアにおける、国際測地学研究の拠点として、測地学に関連する研究及び測定を実施。 地球長石、地球形状測定プロジェクトなどである。この観測事業の実施を行った木村久志が近代測地学の世界的業績である Z 港を発見した場所でもある。これらの観測に用いられた機材開発技術を応用して月測地学探査に必要な機器開発を実施し、現在月探査計画での観測で得た解析も行っている。 1999年から2009年までの正式名称にも含まれていたベラとは相対気線法による超長気線電波干渉法観測のことであり、精密な銀河マップを作成することを目的に、日本各地にある VLBI 観測点を専用ネットワークで結んだ観測点の解析センターの役割を担っている。これらのデータ解析には、 精密な時刻測定が必要なため、国内では数少ない協定世界時を刻む原子時計を運用し、データ解析に活用。研究観測から得られたデータは、情報通信研究機構などと共同利用を行い、それを基準にして、日本電信電話の時報、情報通信研究機構のジャジー、日本放送協会のラジオ放送の時報などに活用されている。また、 この時刻は観測所の NTP サーバーを通じてインターネットへの供給を行っている。観測所創立1 0周年記念切手明治時代に日本では様々な制度改革を行い、欧米各国の科学技術を導入して、布告強兵によって江戸幕府が結んだ対日不平等条約を解消する政策を実施、天体観測などの科学技術手法を用いて、 正確な移動を測定する事業を行うために臨時移動観測所を設置することが決まった。現在も国際移動観測事業を行いつつ、即地学観測の観測所として機能している。天文法事室は天体観測及び移動観測のためになくてはならないものであり、以前まで東京天文台三鷹観測所にて観測の行われていた 死後儀と連動することによって、正確な日本標準時を刻み続ける業務を実施してきた。改藻以前から、情報通信研究機構と連携して正確な GPS 時計や数台からなる原子時計を運転して、国際時刻比較を行うことで、数万年に一秒しか狂わないとされているジャジーの精度を高めること、そして世界時や協定世界時の精度を上げるための、 国際協力業務の継続を実施。力学補正時刻であるウルービオに関しては、本観測所はあくまでも観測データを供給する観測所であるので、その決定は情報通信研究機構などで実施している。本観測所の原子時計はアトック局からの指示を受けて、同時に補正を行っている。2004年稼働のウスはアストロノミカルオンラインシステムのこと。一ギガビット。 セックイコール百二十八アムビット、セックの専用線通信によってベラ局をオンラインで結ぶシステムのこと。このシステムが稼働する以前は観測点での観測データにタイムスタンプをマークした磁気テープを解析機にかけて相関演算を行う必要があった。現在のシステムの場合には観測データと同時にタイムマークデータを専用線で送ることで直接相関演算を行い、 解析が可能になっている。2019年からは、ブラックホールの影を世界で初めて撮影したチームに参加した、本間のぞみじが所長を務めることとなったが、2020年度の天文台関連の予算は半分程度に減額されることとなっており、観測所でも自民の補充が行われないなどを研究に大きな影響が出る見込み。欧州宇宙遊学館、 木村坂江記念館本館水沢局と石垣島局、鹿児島入域局、小笠原観測局の電波望遠鏡を結んで三角測量を行い、天体の正確な位置を算出するプロジェクト。2007年、オリオンクルの正確な位置の特定に成功している。花巻農学校の教師をしていた宮沢賢治が、たびたび水沢江戸観測所を訪れており、 数々の名著の構想を育んだとされる。童話、風の又三郎には、水沢井戸観測所の一文が書かれ、銀河鉄道の夜の題材のヒントになったとされている。旧井戸観測所の本館を保存した欧州、宇宙遊学館では、宮沢賢治と井戸観測所として、賢治とこの地方の関わりについて辿っている。また、賢治をモチーフとした、又三郎が、 マスコットキャラクターとして使用されている。国立天文台の他の観測所と同じで、年末年始を除き9時から17時まで一般見学可能。パンフレットは欧州宇宙遊学館で配布している。ありがとうございます。